割と95年だったと思いますけれども、えー、95年に公開されたルパン三世のテレビシリーズで、くたばれのストロダムスというのがあって、でこれ、もともとはルパン三世の声をテレビ第1シリーズからずっとやってきていた山田康夫さんという声優さんが務めるはずだったんですけれども、直前で体調を崩したんですよね。でまあ、最終的に脳出血かなんか起こして、えー、まあ入院して、そのまま確か帰らぬ人になったんですけれども、 でその山田康夫さんの声をどうするかっていうことになって、代、まあ、役をどうするかっていうことになって、でまあ、いろんな人が、まあ、候補に上がったらしいんですけれども、最終的には当時、モノマネ四天王と呼ばれていた栗田寛一さんがね、栗寛がえやることになったんですよね。 やっぱり僕自身はというか、まあ僕以外の人もそうだと思いますけれども、そのルパンをずっと見てきて、ルパン三世の声といえばやっぱり山田康夫さんだったので、そこでいきなり繰り返が出てきて、まあ物真似のプロだとしても、やっぱり違和感があったんですよね。んで、その、なんていうか、すごくこう努力して、えー、山田康夫さんのルパン三世の声に近づけようとしている感じはあったんだけども、なんとなく逆にそれが がこうなんていうか裏目に出ていてわざとらしいっていうような感じがちょっとしたんですよね。でだからちょっと僕はその山田太郎さんではなくなってクリカンになった時にまあなんていうかかなりのショックを受けたというかまあ残念な感じがしたんですけれどもまあでも。 うんまあ、そういうふうにね、あの、キャラクターとしては生き続けても、声優さんみたいなのが変わるってことは当然起こるわけで、まあ、しょうがないよねっていうのがあると思うんですよね。で、だからまあ、あの、当時は僕はかなりこう、否定的だったんです正直、クリカンの声には否定的だったんですけれども。ただね、そういう中でね、あの、ジェームス・ボンドが、ダニエル・クレイグっていう人がずっと勤めてきたんですよね。今、あの最高、過去5話だっけな。 えー、5作かなんかダニエル・クレイグっていうそのイギリスの俳優さんが務めてきたんですけれども6代目かなんかのジェームス・ボンドでそれまではどっちかっていうとこう髪の毛の色が暗めの人が多かったんだけどもダニエル・クレイグはかなり金髪だったとかそれまでの5人に比べて、まあ、背が低いとかねえー、いろんなのがあってその次の6代目の、えー ジェームズ・ボンダー、ダニエル・クレイグです発表されたときに、かなりの批判を受けたんですよね。で、まあ、それを本人も、まあ、知って、まあ、それなりにというか、かなりショックを受けたらしいんですけれども、まあ、それでもまあ、なんていうか、確か本人のインタビューの日本語訳でなんかクソくらいかなんかいう言葉遣いがありましたけれども、と思ってやって、で、でなんか知らないけど、バハマだっけなんかなんかの、えー、海岸でパパラッ 撮影シーンを盗撮されてそしてそれがこう公開された写真があってでそれがこのダニエル・クレイグが、あのー、海の中でねこう水着でいわゆる海パン1枚でこう海から出てくるシーンなんですけれどもそれが、ね、こう上半身ムキムキなんですよね。でそれは、えー、ジェームス・モンドの役に決まった でえー、なんかトレーナーがついてこう、オリンピック選手並みのトレーニングをして体を絞ったらしいんですよね。筋肉をつけたりとか体を絞るとかね、してその体力をつけるとかね、まあ、筋肉をつけるとかね、したらしいんですけれど、まあ、それの賜物だと思うんですよね。 その努力があって、その写真一枚で、世間のこう評価はガラッと変わるんですよね。その写真が出た時にまだ多分そのダニエル・クレイグの一作目は出てなかったんじゃないかと思いますけれども、それでこう、なんだっけ、あの、最もセクシーなジェームス・ボンドとかなんかね、いろんな、その肯定的な評価に変わっていったっていうことで、うーん、あの、それを、その中ね、その、えっと、アマゾンの、 プライム会員限定の、えー、とショートフィルムっていうかこう、ドキュメンタリーみたいなもので、ビーング・ジェームズ・ボンドだっけなジェームズ・ボンドであることだったかっななんか報道忘れたけど、なんかそういうダニエル・クレイグとかへの、あるいは監督さんへのインタビューなんかを中心に構成されてる40分ぐらいの番組があったんですけどそれを見てね、そのダニエル・クレイグの,このものすごい努力であったりとか、いろんなものを見てね、こう、 まあ別に僕はその、なんていうか、上半身ムキムキになってさ、それを学生に見せたいと思わないですよ。なんか、こう、教室に入ってて、さあ授業始めるかってって、こうやっていきなり上着脱いで、バーンやって、このムキムキで板書始めたら、なんかその、おかしすぎるでしょ。おもろいかもしれんけれど。まあ一回目はいいけど、二回目以降はちょっとどうなのって感じになるからな。まあまあそれ置いといて、まあとにかくその、うん、やっぱ努力ですよね。 うん、成功してる人はみんな努力してんじゃないかなと思うな。あの、聴取力がね、プロレスラー長州力が昔言った言葉に、えー、努力したものが必ず成功するとは限らない。でも、成功したものはみんな努力をしてる。的なことを確か言ったんですよね。で本当その通りだと思いますよ。 やっっぱり努力しなないいないなっていいいとけてう感じですね僕の場合にはそれはまあ、大学教師の場合にはねその研究と教育とそれ以外の公務ってのあったりすると思うんですけれども少なくとも僕はあの学生さんの前ではね教育者っていう立場なので授業する教員という立場なんで、まあ、学生の皆さんにこう 満足してもらえるような授業をするための、ね、努力をし,しないといけないですよね。でその努力をするそれには、やっぱその授業内容を高めるとか深めるっていう意味において研究を、ね、進,めないでい進めていかないといけないねっていうふうに、ね、思いました。そのジェームス・ボンドというかダニエル・グレッグのインタビューを見てね、そう思うっていうなんか発想がおかしいのかもしれんけど、まあ、そんなことを思った日です。んじゃあまた。